の洞窟、えらいとこに落ちちゃった。帰るにも真っ暗だし、どうしよう。ギガオークか。いらね、寝るわ。ここで？あいつはもらえる経験値が多いだけで稼げねえ。それに敵に近づこうにも、時に落ちれば一発アウトだ。こんなコスパの悪い戦いしたくねえよ。かあ、この距離なら襲ってこねえし、明るくなったら帰りゃいい。じゃあ僕、遠くからでも攻撃できないかやってみるよ。うん、バカか。下手なことすると死ぬぞ。少しでも早くレベル上げてクリアして、早く友達に会いたいんだ。くだらねえ、勝手にしろ。おりゃ、ダメか。もう少し近づかないと。はっ、わわわ、おい。バカ、死にてえのか。よし、次こそ。なんでだよ、落ちるとこだったろ。と落ちる。だから、あー、イライラする。下手なやつのプレイ見てらんねえ。もういい、俺がやる。今から俺の言う通りにしろよ。まずあのネズミを持て。攻撃判定は角だから、それ以外は触って大丈夫だ。ネズミを。そしたら俺の背中に乗れ。これでいいの？うん。キキュー。じゃあそのネズミの角を俺に当てろ。いいの？いいから早くしろ。じゃあ。これ、行くぞ。ちょっと、なんで時に自ら。と。なんで時平気なの？今は無敵時間だ。無敵時間？ざっくりゲーム用語解説。無敵時間、アクションゲームなどでダメージを受けない時間のこと。敵の攻撃を食らった後などに発生することがある。今はネズミの攻撃を受けた後の無敵時間だからな。しばらくトゲのダメージも受けねえんだ。まぐまぐ。何そのテクニック、やっぱりすごいよおじさん。なのになんでこのゲームクリアしないんだよ。ん？いや、クリア自体はもう99回してるけどな。もうクリアしてんの？しかも99回。クリア後はゲーム終わるかまた最初に戻るか選べるんだよ。で、今が100周目。周回プレイしてんの？このゲームは100周で終わりだからな。あとはクリアせずに過ごすしかねえんだ。どんだけゲーム世界にいたいのこの人。そろそろ無敵の効果が切れる。終わる瞬間飛ぶからまたネズミ攻撃。むずいって。着いたぜ。ヒヤヒヤした。きたー。こいつは動きが単純だから攻略も簡単だ。ギガオーク、お前の行動は全てわかるぜ。上に振り上げた場合、振り下ろすのは必ず正面だから、横にずれるだけで。よっ。すごい。俺の瞳は未来を映す。監修もして覚えてるだけだよね。よっ。この隙に攻撃と。はっ、来るぞ。あいつはひざまずいた後はこっちめがけて突進してくる。そりゃ、もう一回ネズミ。だから外に出てしまえば自滅する。勝手に99周してねえぜ。それカッコつけること？おお、また一気に上がった。ついにレベル10に。ユータレベル10。しっし、ますます読んなよお前。でもさ、今の戦い完全に僕らの協力プレイがうまくいったね。はバカか。あんなの協力プレイって言わねえだろ。戦ったの俺だし。いいや、二人の力だね。どこがだガキ。くっ、ミツルめ、まったく目障りな男だなあ。その通りです魔王様。3年も居座りおってなあ。その通りです魔王様。くっ、NPC との会話はつまらん。必ず潰してやるからな、ミツル。